最後は拍手で終わることができました。それでは今日の一戦をハイライトで振り返ってみましょう。第1マッチは琉球アスティーダ三輪有馬のペア、岡山リベツは上田森園ペアの対戦となりました。さすがこのダブルスの、ランキング1位2位の森園と上田のペアとなりましたね。そうですね、本当に安定感がありますね。アスティーダペアもですね、勝機はあったんですけども、やはり大事な一本はですね、岡山ペアが取りますね。最初のダブルス第1マッチは岡山ペアが取ります。そして第2マッチ、琉球アスティーダチェンチェンアン、そして岡山リベッツが吉田正樹の対決となりました。第1ゲームチェン、そして第2ゲーム吉田、第3ゲームチェン、そして第4ゲーム吉田が取るという、2対2の同点になって、ファイナルまでもつれた、松下さんが、今日のポイントに挙げている試合ですよね。そうですね、本当に吉田選手としてはゲームを先行されながらの試合だったんですけども、そういう苦しい試合をですね、なんとか自分の頑張りによって勝つことによってですね、大きく成長するんじゃないかなと思いますね。はい、そして第3マッチ、三輪幸輝と T リーグ2戦目台湾のディン・ユンジュの一戦となりました。序盤はこう三輪選手が様子を見ている動きもありましたけれども、しかしこうディン選手の勢い、これもありましたよね。そうですね、時折本当に素晴らしいボールをですね、打つプレーを見て、将来本当に台湾の、エース級の選手としてですね、日本にとって手が強い選手になるんじゃないかなと思いますね。第3マッチは3対0で三輪が取りました。そして第4マッチ、こちらシングルス、琉球はチュアンチーワン、そして岡山はダブルスにも登場した森園が対戦となりました。第1ゲームはチュアンが取りますが、ただ第2ゲームに入ったところから森園のペースになっていきました。本当にもう全身で頑張りますから、そういう姿はですね、本当にもうリベッツファンが増えるんじゃないかなと思いますね。はい、森園のその戦う姿勢、これが岡山を引っ張っていっていると。そうですね、はい、第4マッチ3対1で岡山リベッツ森園正孝が勝ちました。